こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。米国が岩国基地に舵を切った F-35B ステルス戦闘機が追加配備となり、第一列島線上での体制が整いつつある。また日本とのクロスデッキが可能となり、改修工事中の護衛艦伊豆、元も訓練など整いつつある。また、日本も追加購入予定 F-35B ステルス戦闘機はまだ先となる。改修工事も進みつつ、ある程度で今回の改修工事は完了となる。次は、護衛艦加賀が改修工事となり、加賀に関しては先に全ての改修工事が完了する。護衛艦出雲は最低限の設備だけを整え、防衛任務に就く。では今回、護衛艦出雲がどれくらい改修工事が進むのか、また西側の団結で中国への抑止力がどれほどかも合わせて見ていきましょう。日本は最新鋭ステルス戦闘機を合計147機購入する予定となっています。147機のうち、F-35B ステルス戦闘機は42機購入することになっています。ご存知の方も多いと思いますが、F-35B ステルス戦闘機は高い能力を誇り、短距離離陸、垂直着陸が可能な機体です。この F-35B、ストベル機を戦艦に乗せれば、一気に戦闘力が向上するのは、言うまでもありません。ですから、F-35B を艦載可能にするために、護衛艦、出雲、加賀の改修を決定したのです。改修後の一番艦となる伊豆、モノ改修工事がやっと始まったという情報を知りました。これから詳しく紹介していきます。2020年6月、あるニュースが公になりました。少し前の話ですが、日本の接続水域内を水中に潜んだままで通過しようとした中国海軍所属らしい潜水艦を追尾した結果、当該潜水艦は中国国旗を掲げて浮上したという事件がありました。この時、海上自衛隊の護衛艦、加賀も、この不審な潜水艦への対応に出動していたことが明らかになったのです。加賀は高い対潜哨戒能力を有する護衛艦ですから、今回の事件においても中心的な役割を担ったと思われます。ちなみに、護衛艦出雲ですが、2018年12月の閣議決定を受け、神奈川県横浜市のジャパンマリンユナイテッドの磯子工場で1段階目の航空母艦化改修工事をスタートしたのです。1段階目と言いましたが、今回の改修工事は大きく分けて2回行われると考えられているためです。1段目の改修終了後、出雲はアメリカでF-35B 戦闘機の適合試験を受けることになると考えられます。そして、5年後の2025年頃に、2段階目である航空母艦化の改修工事を行った後、少し時間を空けて、多分2027年頃と思われますが、護衛艦出雲は
正式な航空母艦として再配備される予定のもとで進むものと推測されています。ちなみに、護衛艦加賀の改修工事ですが、2年遅れて2022年頃にスタートと見込まれているのですが、出雲とは異なり、一度で改修工事を実施することになっているので、航空母艦としての完成は、伊豆、最寄り逆に、加賀の方が早まるだろうと考えられています。アメリカでの F-35B 戦闘機の適合試験については、これまでに、就役しているイギリスの航空母艦、クイーン・エリザベス、イタリアの、カブールも実施しているそうです。F-35B 戦闘機を実際に運用する上での必須事項とみなされています。余談ですが、イギリスの航空母艦の名前、クイーン・エリザベスと言うまでもなく、現状王にちなんだものです。イタリアのカブールも実はイタリア王国の初代首相カミッロ・カブールに由来するそうです。19世紀、オーストリア帝国やフランスに挟まれ、ドド戦争の被害を受けていたイタリアは、ウッドリオ・エマヌーレ国王のもとに統一運動が盛んになりました。この国王の下で手腕を振るい、見事統一を成し遂げた名宰相がカミッロ・カブールです。日本では、戦艦や戦闘機には、山や旧国名などをつける傾向がありますが、外国では、人物名をつけることが多いのが実感できますね。本筋に戻ります。日本では、航空自衛隊所属になる F-35B 戦闘機の運用訓練を、護衛艦の改修と、同時並行で進行するものと推測されます。その中はアメリカが、山口県岩国基地に配備している F-35B を使用した訓練も、含まれると思われます。いずれにしても、この2隻の航空母艦として戦力になる予定は最短でも2028年頃と考えられているので、完全に戦力とみなされるまではさらに2年ぐらいはかかるのではないかと考えた方が良さそうです。前述のように、航空自衛隊が購入予定の F-35B 戦闘機は42機という予定です。そして、航空母艦化の改修作業が終わった出雲、加賀には、6機で、一組の飛行小隊単位で運用がされるものと推測されています。ところが、肝心の日本政府が、改修して航空母艦になった出雲、や加賀も、常に、F-35B を艦載機として搭載する運用はしないと表明しているのです。今後、この言葉の通りになっていくのかどうかも、注目されるポイントでしょう。出雲、や加賀の航空母艦化が表明された後に、カタパルトを装備しない。この2隻では、固定翼の早期警戒機 E2D や空中空輸機は運用できないので、作戦能力は限界があるのではという意見が出ました。これに関しては、アメリカ海軍の大型原子力空母には当てはまるでしょうが、出雲などが見本としている艦艇では、固定翼の飛行機は搭載しないのが、世界的に一般的と言えるようです。具体的には、アメリカの最新鋭強襲揚陸艦の上でも固定翼機は運用できません。
前でのイギリスのクイーンエリザベスや、イタリアのカブールでも同様です。クイーン・エリザベスは、哨戒用ヘリコプターの運用を想定しているらしいのですが、こちらの調達にも苦労しているようですし、最大50機の艦載機を搭載できる艦艇としては、問題があるようです。一方、日本の護衛艦出雲、加賀の艦載機数は6機前後です。アメリカ級強襲揚陸艦も最大で約20機程度ということなので、F-35B 戦闘機に実装されるレーダーを相互リンクさせることによって代用するものと考えられます。このような形態は早期警戒機 2D と比べると遠距離の索敵能力がかなり劣ることは事実ではあります。しかし、あくまでも F-35B 戦闘機を艦載機とした限定的かつ軽空母的に運用する状況では、許容範囲内のことなのでしょう。今回の伊豆、モノ第1段階の改修工事には約31億円という巨額が投入されます。この費用は、飛行甲板の耐熱加工や発着管置に必要不可欠な誘導灯の設置などに充てられますから、大規模な改修は2回目の経費になると思われます。その一方、艦載機となる F-35B 戦闘機に対して、2020年度予算で約793億円が計上されました。この中には、6機の購入費用が含まれているので、1機の価格が約132億円ということがわかるでしょう。今後 F-35B 戦闘機は合計42機調達することが決定していますが、この配備先がどこになるのかはまだ不明です。個人的な推測ですが、国が買収を決めた鹿児島県の馬毛島に新しく建設される施設に F-35B 戦闘機42機の一部が配備されるだろうと考えています。というのは、この島はアメリカ空母艦載機の発着訓練場になることが決定していますし、現在、中国からの日本へ与えられている南西方面の脅威を考えると、地理的には最も合理的な配備ポイントになると思われるからです。